うわすごい引き、ポアッソン。前回40センチのマダイを釣り上げ、ノリに乗っている坂本くんと、苦労の末ようやく知能を釣った釣りガールの谷由里さん。ポアッソン、やったー。谷由里さんらしくチェルも小ぶりな感じですね。小ぶりってあなたの器の方が小さいわ。奥富さんいいこと言う。ベテラン釣り師の石井健さんを助っ人に、香川県の本島でマダイを狙う深瀬釣り。餌をまいて集まってきた魚を釣るんだったよね。そうですよ。経験者の坂本くんに対し、深瀬釣りは初めてという谷由里さん。谷由里さん、そうなんです、今回初めて。難しい。なんか考えることがいっぱいですね。そう、どこを狙っていいかともさっぱり分かんないと思うんですよ。そもそもチヌがどこに住んでるんだっていう情報も知識もないじゃないですか。経験もないから。でそこにあの負け餌を打っていかないといけないっていうこの正確性。なんかもうノリに乗ってるからさ。それから、まあ、近くね、もちろんあの石田さんが使ってるんですけど、穴の方、仕掛けの方、キャラ、頼みます。この辺もやっぱり水晶を確認しながら。まあ水晶も金魚を遊ぶからも難しいですよ。あーうるさいうるさい、今だよ釣ったからって調子に乗りすぎ。あ、ついてる。え、またヒット。どうしたの今回は。やるじゃない坂本くん。分かってください。あらは、あ、いつものやつかこれ。よいしょー、ででーん。いやーじゃない、いました。かわいい、カサゴでした。ありがとうございます。でも釣れました。ポワッソー。なんだ、またいじゃなかったのね。すいませんね。ありがとう、大きくなって。バイバイ。そこの穴にカサゴいます。いや、いるやん。釣ろうかな、どれ釣ろうかな。カサゴいるよ、釣りたかったら。やったー、釣りたいな。そういうことですね、この状況はね。谷由里さん、誘惑に負けちゃダメ。大物狙って頑張って。そうか、ないんか。結構大変やったよな。そうなんですよ。本当や、真顔になってるわ。ここで助け舟を出したのは今回の助っ人、深瀬釣り歴30年の石井さん。先生、魚がね、いるんだけれどパクッと食べてカチッと食べて離してるの。だからこういう時には餌をねちょっとだけ上にしてあげる。そうすればパクってパン食い競争みたいな。こうやって行くんだな、魚が。そういうことか。来ましたかね。石井さんね、はい、すごい。石井さん、大物じゃない。走らずに重たいって感じ。首振ってるけどな、重たいよね。60センチ傘の。確かにそのくらいありそう。それは冗談で言ったけど、重そうな感じ、すごい、うん、でもね、多分海藻がついてる気がする。なんだろうね、顔見たいよね。そうなんですよ。あ、タミさんのも沈んでいってる少し。もしかしたら勝っちゃったかも。かかってた、ごめん、タミちゃんごめん。多分勝ってるわ。引っかかったんだ。横でやってたんだよね、魚がこうついて。かかってるバレると。うん。仕掛けが絡まないように気をつけて。本当だ本当だ。うん、でかいな。いやー、なんだろうね。あ、見た。タイだったね。切れた。まさか糸が切れた。糸切れた。糸切れちゃった。うわー、タイだったな。でかかったよ。でかかったな。いや本当に見えたんですよ。そんなに。こんなんやったんですよ。うわー、でかかったね。でかかった。浮きごと持ってっちゃった。で、何なんだろう。これも惜しかったね。まあそうなんです、これもね。糸が切れ逃がしてしまったその直後、谷由里さんに当たりが。浮き沈んでる、浮き沈んでる、浮き沈んでる。山本君が見つけたんだな。そうなんですよ。おう、あ、引いてる、引いてる。お、来てる。来た、よし、来た。おー、おー、おー、おー。浮いた、頑張って。よし、巻いてよ。はい、巻いて巻いて、ゆっくり巻いて。大丈夫大丈夫これ。お、なんかチラッと、あれ、僕のがついてる。あら、え、奇跡が起きる。あれ、どういうこと。さっきの石井さんのやつだ。石井さんの仕掛けを釣ってるんだ。その下に宝がいるもんね。いる、あれいるもん、魚。すごい、なんと谷由里さんが釣り上げているのはさっき石井さんが逃がした魚。よーく見ると谷由里さんの糸に石井さんの仕掛けが絡んでる。まさに奇跡。え、こんなことって今まである？ないないない。僕も初めてなんだけど。こんなことあんの？すごいよこれ。ゆっくり、そこまで、そこまで、そこまで、疲れるまで待っちゃおう。なかなか大きいと思うから。やった、大きいよ。すごい。
これはでかいぞ。そのまま待ってね。今疲れるまで待って。もう負けれないから。さあ起こして、さあ起こして。まだ上げてる。よし、さあ起こして。よし。じゃあ頼む。頼む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 頼釣り上げたのは大型のマダイ、なんと60センチ。おめでとう、これはすごい。すごい、ありがとう。僕の仇を打ってくれてありがとう。いやいや、ありがとう。これが下津井のすげマダイ。僕たちほら、赤ちゃん釣って喜んでる。いやいや、おお、マジか。いたね。びっくりですね。いたね。釣り方これはやったよ。ドキュメント。これ見て、これ見て。こんだけ絡んでんの僕の酒は。タニユリちゃんのに。これこれはすごいよね。タニユリちゃんの仕掛けがほら僕の仕掛けを釣ってくれて、僕のタイを釣ってくれて。わあすごい。出てきましたこの僕ちゃん。やったー。やったー。あのね、あのごめんなさい、本当水差して申し訳ないんですけど、あの風化せずりじゃないです。なんでだろうね、深瀬取りだろうね。違う違いますよ、石井さんが釣ったのを釣っただけだから。坂本くん、負けず嫌いがすぎる。間違いなく君のだ。いや違う違う、おかしいんだった。やったー、言ってることだみんな。オーバーストーン、あの二人おかしいんですよ、もう範囲になってるからね。今回の釣果はご覧の通りです。60オーバーのマダイは圧巻の一言。でかい。早速釣りたてのマダイをいただくことに。お刺身にしました。僕がしました。すごい、すごい、はい、もう食べれる状態じゃん。調理しました。いただきます。はい、はい、あー美味しそう。私も食べたい。あー僕も食べたいな。うん、美味しい。うん、ここ本体がある。思ったより味もある。食べ潮流のね、早いところで、ね、あの潮に負けないようにしっかりと運動してるんで、身がギュッと締まってるんですよ。そこに旨味が凝縮されてるんですよ。これが下津井のマダイです。皆さん、どんどんこれからタイもチヌも上向いてきますから、もう楽しみにしてください。視聴者の皆さんもぜひ。はい、おいしい。マダイ最高。下津井ありがとう。